番、日本一、ね、あの予想問題で日本一、東大も超えて日本一が5科目中2個あるわけよ。2個パーフェクト。ね、東大も超えてるわけよ。だから そんなところの勉強の見地っていうのが、見る地面って書くんだけど、見地に達するっていうことは、よほど努力したり常識がないと身につかないから。でその答えを選択できる、ね、選びました、それで合ってましたっていうことは、常識が身についてるからこそその答えをあの選択してるわけだよ、選択できるわけよ。常識が身についてなかったら、その常識が身についてない、ね、その間違った答えを選択してしまうように作られてるの、国家試験で、国家資格の試験っていうのは。っていうこともあなたたちは分かってないわけじゃん、内藤豊君、ね、信義君、大関慎吾君、ラオウ君、君たちは分かってないわけよ、全く、ね、だからそういうことは一般的にほとんどの人が、ね、あの分かってるわけですよ、ね、だからそういう恥ずかしいことをやってはいけないんだよね、うん、俺なんて YouTube でちょっと言っただけ、一回言っただけぐらいでもう気が済んじゃうから、だからエンターテインメントであなたたちの家に行ったりしないんだよ、分かる、ね、ナイトレグも俺ん家来たよね、ね、鶴見の俺が焼肉食べてる時も来たよね、喫茶店で話したよ ね、そういうことはしないんだよ俺は、普通に、ね、行ってまで謝らなきゃ、謝罪しなければいけないっていうこととかないから俺、ね、ないのよ、常識的な人間だから、俺宅建持ってるからさ、ね、あのそういうふうに謝罪を求めたりとかすると暴力行為とか、ね、あのそういうことにも発展するから、ね、宅建の資格でそういうことをするのは禁止されてるんですよ、ね、暴言を吐く、お前って言っただけでもダメかもしれないんだから、ね、あの分かりますか、そういうことも分からないでしょあなたたちは、ね、宅建というのは資格の中で医者や弁護士よりも厳しい資格なんですよ、ね、5年間執行するっていう資格は宅建しかないんですよ、国家資格の中でね、全ての国家資格の中で宅建しかないんです、5年間執行っていうのは、ね、医者よりも弁護士よりも裁判官よりも厳しい資格なんですよ、ね、そういうことがあなたたちは分かってないわけじゃん、だからそれだけの俺は知識をちゃんと持ってるから、法律知識を、ね、何だか内藤豊が俺は力持ってるとか言ってる、全く持ってないじゃん、持ってないくせに貼ったりとか、そういう何の力なんだよお前、暴力団の力だろって、詐欺のなあ、あのやめた方がいいよそういうこと言うの、ね、自分が暴力団だみたいな、ね、反社と関わってるっていうこととか匂わせるとかやめた方がいいよ本当に、ね、俺は一族で親戚だから言われることはないんだよ、でましてや間違ったことしてないから、ね、宅建の法律の資格内の、ね、罰則で暴力団関係っていうのもあるから、親戚のおじとかおばとか俺連絡取らないから、わかる？